新潟中央ジャンクションという大きなジャンクションがあると思うんですけど、そこをちょっとあの側道から見れる場所があるので行ってみようと思います。はい、新潟空港中央このインターの標識、よく見ると、これスリットが入ってるの分かります？本当だ。ちょうど西日が当たるんですよね。あのスリットがあることによって文字が浮き出て見えるようになります。東西に伸びる道路にやっぱり日が上がって日が沈むラインにあるんで、私もあのよく北関東道を利用したりするのでよく知ってるんですけど、本来ジャンクションの中にはあんまり道がないんですよね、ですがここのジャンクションは中に道があるんですよね。でこれがあのすぐ上にあるのが磐越道のランプです。これは、こっち側に行くと新潟中央インターで、こっち側へ行くと分岐点ですね。ここを出たところが新潟中央ジャンクションのかっこいいところです。おかっこいいですよね。これこれすごいね。すごいですよね。プラレールの接続のカーブ。そうです、あの真ん中の大きい橋が北陸道の本線なんですね、でそれぞれランプが分かれてて、 それぞれに行き先が決まってる、一番絡み合ってるところですね。心臓ですね。心臓です。心臓の鼓動が聞こえる。鼓動が聞こえる。そうです。あのスタッドレスタイヤじゃないですか、あの音が普通のタイヤと違うので、冬に来た方が音は楽しめると思う。なるほど。あ、橋を取るときはちょっと腰を本当に下げてちょっと上向きくらいで取るのがかっこいい。あ、いいと思う。あ、かっこいい。かっこいいと思う。かっこいい。かっこいい。褒めてもらった。これはかっこいいぞ。これからちょっと行くところは、そのもう今は目の前に見えてるんですけど、ときめき橋という橋が、信濃川にかかってるんですけど、これを速道から見てみようと思うんです。これが先ほど通ってきたときめき橋です。立派な、社長橋で、かっこいいですね。かっこいいですね。であの赤いストライプがあるんですけども、これ何をイメージされてるか分かりますか？夕日？新潟といえば公園？橋の名前にもなってるんですけど、新潟のその鳥、時と心がときめくよっていうのを掛け合わせてときめき橋っていう風な名前になったそうです。ここいいな。おお、すごい。この曲線はすごい。この曲線を見るとこれはすごいですね。すごいですよね。これはいい。これはいい。ちょっと撮っちゃおう。クイズいいね。ああ、かっこいいですね。それ素晴らしい。いいですね。新潟じゃないみたいな。ああ、なんかちょっと外国、アメリカのハイウェイみたいな感じ。かっこよさがありますね。うわ、なんか一気に雪多くなってましたね。これ真っ白な世界だ。真っ白な世界だ。これおい、いちご三山が見える。いちご三山、あー、綺麗綺麗ですね。ちょっと雲があって、うわすごい。あれが関越道の本線になりますね。本線になって、
あれをちょっと眺められるポイントがちょっと先にあるので行ってみましょう。あれ下を通ってるってことですかね。そうなんです。上から見るかね。そうなんです。おお、すごい、いい。どうですか。いや、滑走路みたいだな。ああ本当だ。あのただまっすぐだったらまあ平凡なんだけど、これ登ってるんですよね、こっちから見ると。それがなんか不思議な、うん、飛行機が飛び立つみたいなイメージを受けますね、うんうん。あー、この間から見るのがかっこいいな。あー、ほんとだ。何も邪魔がない。何も邪魔がない。せっかくなんで、逆方向も。逆光だけどいい。逆光。逆光がいい。あー、かっこいい。これは、こっちはまた雄大な感じ。うわー、かっこいい。北海道の道路みたいですね。ほんとですね。意外と。ストレートっていうかこうドーンとまっすぐっていう区間って意外と少ないんですよ、うん、なんでここは貴重な場所ですね。